こんにちは、ビリージェンダー田中です。今回は、ショルダープレスは危険、無理することで起こるデメリットとは、というお話をしたいと思います。動画の概要欄には、公式 LINE や得なセール情報なども掲載されておりますので、ぜひご確認ください。皆さんはショルダープレスをトレーニングに組み入れられているでしょうか。まあ、肩のトレーニングの代表的な種目になります。まあ、以前の動画でもお勧めしたように、ある程度重量がこなせる多関節種目であるので、肩のトレーニングにはぜひ組み入れていきたいお勧めの種目となっています。ショルダープレスの動作の説明ですが、このようにバーベルまたはダンベルを持ってバンザイをする、手をしっかり上げるバンザイをするトレーニングになります。まあ、主に三角筋という、まあ、肩の筋肉ですね、肩の筋肉と肘を伸ばす筋肉、三頭筋が鍛えられる種目になります。ある程度重量がこなせる多関節種目なので、肩のトレーニングの際にはぜひ取り入れていただきたい肩のトレーニングの代表的な種目になるのですが、ただしデメリットも存在します。それはやはり怪我の多さというところですね。怪我の多さを考えるときに、まず肩の関節の特徴について考えていきたいと思うのですが、肩の関節というのはですね、まあ、このように非常にこう自由度が高い大きな動きをする関節になります。なので、特に肩関節には多くの筋肉であったりとか靭帯、腱があります。まあ、非常に動きが大きい分不安定で繊細な関節になります。繊細な関節だけに、特にショルダープレスのような重量をこなせる種目である場合は、やはり怪我のリスクが高くなってしまうというデメリットが存在します。また肩関節の柔軟性だけではなくて、上半身自体の柔らかさですね、特に胸椎ですね、背骨の胸の位置の高さが柔らかくないとですね、まあ、横から見ると分かりやすいと思うんですが、バンザイをする動作を取るときにですね、背中が硬くて丸まった状態、これでバンザイをしようとすると肩関節がより大きく動かないとダメになってしまいますので、肩関節の動きが大きい分負担がかかってしまいます。しっかり背筋を伸ばしてバンザイをすることで、まあ、肩関節が過剰に動かされることがまあ、減りますので、胸椎の高さの柔らかさもやはり重要な要素になると思います。まあ、たまにですね、トップの選手で丸めた状態でバンザイをすることで純粋に肩の関節だけの動きになって、まあ、三角筋の発達をより促すという、まあ、負荷を集中させるテクニックで背中を反らしすぎないというテクニックはもちろんあるんですが、これはある程度基礎が固まってトレーニング経験もしっかりある人がやる分には良いと思います。まあ、ただしそのアプローチ、背筋をこう反らしすぎずに、まあ、ちょっと丸めて肩に負荷を乗せるっていうトレーニングをやるときにおいては、やはり重量を求めすぎない、重りを少し下げたりとか効かせる意識で丁寧に動作を行うっていうことが重要になってくるので、まあ、かなり上級者のテクニックになると思うので、トレーニング経験がまだ1年未満の場合はあまり無理してそういうアプローチを取り入れない方が良いかとも考えています。まあ、重量がこなせるというメリットの反対側には、やはり重量をこなせることで怪我の多くなる種目というデメリットも存在しますので、代表的ないい種目ではあるんですが、トレーニングに組み込む際はその辺の不安定性差も考えながら組み込むと良いかと思います。特にですね、まあ、もう私40なんですけど、まあ、年齢を重ねてだんだん関節が弱くなった、体が硬くなってきた人、またはもともとやはりこう体が硬いとか肩に違和感があるとか関節がそんなに強くない方は、やはりこう重量を求めすぎないということも大事になってくるかなと思います。例えばですね、通常の筋肥大を目的にしたトレーニングである場合は、1セットあたり8回から12回でギリギリ上がる重量を設定するのがまあ通常だと思うんですが、ショルダープレスにおいては、まあ、肩の負担ですね、怪我をできるだけ減らしたいという場合は、まあ、15回から20回、そんなにこう重さを求めすぎずにギリギリできる重量を設定するというのが大事になってくると思います。またですね、
ですね、手幅や軌道が限定されるっていうところは重量こなせるメリットになるので、バーベルを使ったショルダープレスとかスミスマシンで軌道を固定してショルダープレスを行うっていうアプローチは筋肥大においてはかなりメリットはあるとは思うんですが、自由度を高めて痛みの出ない角度でショルダープレスを行った方が怪我の予防になるという考え方でいくと、まあ、スミスとか軌道が固定されるっていう、まあ、バーベルであっても軌道が固定されるっていう動きよりも、ダンベルであれば手幅とか、まあ、手首の角度とかもですね、ある程度自由に動かせますので、バーベルで重量をこなせるっていうメリットを捨ててでも肩の怪我を抑えたいのであれば、例えば手のひらが前に向いた状態でショルダープレスするのが痛い場合はやや斜めにするとか縦にするとかいう持ち方ですね、まあ、痛みのない位置を探りながらトレーニングをできますし、手を上げるときに幅ですね、幅が変わることも、メリットになってきますので、ダンベルを採用するのも一つの方法かと思います。種目の順番に対しても考えるアプローチはあると思います。例えばですね、まあ、通常は重量がこなせるコンバウンド種目ショルダープレスを先に持ってきて、次にサイドレイズリアレイズ等に移っていくのが、まあ、よくあるパターンだとは思うのですが、先にサイドレイズリアレイズをやって疲労させておいて、重量がそんなこなせないぐらい疲れた状態でショルダープレスに移っていくと、まあ、重量をそもそもこなせないので肩の関節に負担はそんなにかからない状態でできるという組み方もあるかなと思います。まあ、ここからは私自身の失敗談の話になるんですが、私は結構肩のトレーニング実は得意でした。でバックプレスとかで高重量を持ち上げられるっていうところは結構得意だったし、やってて楽しいので、調子に乗ってガンガン重量こなすっていうのをやってました。ただトレーナーをやっていたので、特にバックプレス系などは首に負担がかかると、あまり高重量やらない方がいいよっていうのは知っていたんですが、慢心から自分は怪我をしないと、得意種目だし重量どんどん追っていきたいという誘惑にですね、負けてしまってですね、とにかく調子に乗ってガンガン高重量をこなしていたんですが、ある時ショルダープレスで思いっきり踏ん張った時に首に激痛が走って、で、痛かったんですけど、なんだろうと思いながら、でも我慢できる範囲だというところで、その後のサイドレイズとか肩の種目一通り我慢してやったんですが、次の日からですね、腕がしびれて首がもう全然動かない、激痛でどうしようもない状態になってしまったことがあります。これ病院に行って調べてもらったら、首がヘルニアになったという状態になってしまって、2ヶ月程度痛みが取れないというか、朝起きて枕から頭を持ち上げるのにもう痛すぎて30分ぐらいかかるという状態に陥ってしまったことがあります。幸いにしてですね、2ヶ月程度で、徐々に症状が引いてきてトレーニングできないほどではないという状態にはなったんですが、やはり今でもプレス系を重いのでやろうと思うと、その時はできるんですが、後日首に違和感が出たりとか、ちょっと手にしびれが出たりとか、やはりこう、無理をすると症状が再発してしまうという状態に現在進行形でやはり違和感は残っています。私の周囲でもやはりこう肩のトレーニングね、頑張りすぎて肩を痛めてしまって、肩のトレーニングだけじゃなくてベンチプレスも、満足できなくなっているという方もおられるので、やはりこう肩は結構繊細な部位なので、代表的な種目でおすすめと言われているショルダープレスであっても、やはり年齢や肩の状態などを考慮して重量を基本通りに追うのではなくて、ややハイレップ目に調整する、また種目をちゃんと肩の状態に合わせて選ぶっていうところも大事になってくると思いますので、私はね、怪我をしてしまって昔ほど肩のトレーニングできなくなってはしまったんですが、皆さんも同じ状態にならないようにですね、今回解説したアプローチの考え方やダメな失敗談も参考にして、肩のトレーニングですね、怪我のないように取り組めるようにしてみてください。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。 B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。 B レジェンドの新商品の情報やお得なセール情報も掲載されておりますので、概要欄を一度ご確認ください。それではまたお会いしましょう。さようなら。